はい、こんばんは。親父のね、晩ご飯にようこそ。今日はね、もう先ほど買ったね、味の素さんの豚のあふれる肉汁に XO 醤とネギ油が香るザ・シュウマイ、こちらをね、食べたいと思います。ちょっとこの間買ったね、エースコックの沖縄チャンプル風焼きそば、こちらチャンプル風焼きそば初体験をね、スーパーカップでしたいと思います。こちら量もあるんで、こっち全部食べないで半分ぐらいかな、9個入りなんで4つぐらいチンしていきたいと思いますね。3個1分50秒3個にしたいと思います。はい、ってことで完成しました。沖縄チャンプル風焼きそばの方は、液体ソースとね、ふりかけがついておりました。で、火薬はね、ふりかけの方に、あ、はい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 。なんだろう、かぼす？ゆず？かぼす？柑橘系の香りがしますね。うん。写真で見るとここにね、出てきましたね。ネギと卵。卵はちょっとね、混ぜまーす。はい、ってことで混ぜました。混ぜてる時はね、やっぱりかぼす感、柑橘感がすごい強く感じましたね。火薬のね、入り卵がちっちゃかったんで、もしね、次作る時があったらね、別で入り卵作って入れた方がちょっと合成にはなるかなと思ってます。でシューマイ3つ、なぜ3個にしたかってさっきちょっと言わなかったんですけど、1個2個3個9個だったかなの時間のあれしか書いてなかったんで、3個が1分50秒でその次が9個になってたんで、もう3個にしました。でね、さっき買い物動画でちょっと言ったんですけど、きんぴらコーン作ってきました。でね、ちょっとコーンが入って黄色と赤があったんで、色合いにね、青のりをちょっとかけたんですけど、焼きそばみたいになっちゃいました。それではいただきます。やっぱりまずこちらだね。結構ね、大きいんですけど、私が思ってたのはもっとね、大きかったんで、イメージがすごい強くて。で、それをね、醤油、からし醤油でいただきたいと思います。からし醤油かな、ちょっとからしをのっけてね。バウンドさせていただきます。うん。具がたっぷり、いや、うまいわ。確かに、まず肉がゴロゴロ、で、脂身もあるのかな、すごいジューシーで、タケノコの食感と椎茸かな、甘いです、すごいジューシーで美味しい肉シューマイって感じ。確かに中古、税込みで定価だと700、800円するんですけど、まあスーパーだと税込みで430円だったかな、私買ったのが。なんですけど、まあ確かにちょっと高いですけどね、そのぐらいの値段だったら全然買ってもいいかなと思いました。きんぴらごぼう、ごぼうと人参に対してコーンがちょっと大きいかなっていう感じですね。いただきます。うん、キムチ持ってきたんですか、おいしい。味付けは醤油とみりん、だけだったんですけど、もちろんね、白ごまとか
鷹の爪なんかも書いてあるんですけど、調味料としては醤油とみりんだけだったんですけど、私醤油とみりんとお酒を少し入れてね、でめんつゆを少し入れました。でやっぱり出汁感が出るんでとても美味しいです。うん、もうちょっと味的には濃くてもいいんだろうけど、このぐらいの塩分が多分ちょうどいいんじゃないかなと思います。でこちら初体験の沖縄チャンプル風か、うん美味しい。醤油感か、醤油と柑橘と、うん、もっといろいろ具材が入ってもよかったかな。しかしやっぱりスーパーカップすごいな、ボリュームが。ご飯いらないね。まあこんなのあったからご飯用意しましたけど、うん、おいしい。ごぼうの風味がいいわ。なんか食べたいのがいっぱいある。ちょっとずつにしないと。ご飯に入れてね。あ、ごまが入ってるわこれ。ネギと卵とごまだ。あ、口に入んない。うん。うまいな。やっぱりキムチうまいわ。うん、結構おいしいでも。これ62円だったから上等だわ。水だと思ったらポカリだった。いやでもこのシューマイ美味しいわ。美味しいけどな、ちょっと高いな。普通に惣菜って考えて430円の惣菜なんて買わないもんな。買ってもとんかつが300円とかそのぐらいだから。うん、うん、からしもつけすぎくらいがいいわ。肉汁が甘いから。うん、おいしい。加害者な。でもあれか、シューマイ9個で430円だから、まあ半分ぐらいとして考えれば、
まあ200円と考えて、うん、そんなに悪くはないかな。つかみやすい。ごぼうと人参が先になくなっちゃう。味付けいいな。目分量で入れちゃったんで、同じものは作れない。美味しかった。お値段が62円なら全然リピートありかな。うまい。このセブンのスイートコーン美味しい。もう刺した時のね、お箸を刺しちゃうと肉感がすごいの。ほんとこれ一回食べた方がいいわ。うん、タケノコよこれ。で、具材がゴロゴロといっても私の嫌いな玉ねぎがそこまで主張してないんで、甘さだけをしっかり与えてる感じなんでね、とっても美味しいわ。うん、はい、ってことで今日はね、なんといってもこちらですね、味の素さんのザ・シューマイ、これすっごい美味しかった。ぜひね、まだ食べてない人いたらね、一回食べてみてほしいなと思います。だってエースコックの沖縄チャンプル風の焼きそばと、親父考案のね、きんぴらコーン、とっても美味しくできました。はい、ということでごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。親父の食卓へ足を運んでいただいてありがとうございました。それではまた。ごきげんよう。